おはようございます。福岡の質屋、春町質店の吉住かなです。今日は13日の木曜日、13日の月曜日生まれの吉住かなです。で、今日ですね、Facebook って本当ありがたいんですけど、たくさんお誕生日おめでとうございますって、昨日の夜からいろいろいただいてまして、で、昨日も妹からおめでとうということで、お菓子をいただきまして、もらいまして、で、すいません、スタッフから 恐縮です、ありがとうございます。48になります。48になったんですが、来年、あ、じゃあ、47になり、自分の年も分かったら、47になりました、おかげさまで。それで、来年、年女なんですよ。年女なんです。で、次の、来年の年女ではなく、その一回り先の年は、それこそこの還暦なんですよ、還暦。それで、その還暦っていうのはですね、だから13年後の、還暦の時には、日の山なんですよ、日の山。日の山っていうのはですね、江戸時代は、人形浄瑠璃の関係で、八百屋お七さんは日の山じゃなかったんですけど、火事場でね、火事場でお目にかかった人がとても素敵な方で、で、火事になったらまたあの人に会えるかもしれないっていう、恋心がちょっと燃え上がりまして、付け火をしてしまうという、で、それで、いわゆる昔、付け火っていうのは、貼り付け獄門ですから、というかもう極刑ですから、いわゆる恋しい人に会いたさに火をつけるという、そこから始まって、それが大ヒットしたらしいんですね。で、それが転じて、本当は日の山じゃなかったのに、八百屋お七さんは、八百屋お七は、日の山という設定になりまして、日の山の、女性を嫁にもらうと、人を食い殺、あの、夫を食い殺すとか、家が火事になるとかいうような、とんでもない説が生まれまして、明治時代にはかなり中絶されたみたいです。その辺、その年に生まれそうな赤ちゃんはですね。で、人間万事塞翁が日の山っていう本がありますけど、もう亡くなられましたけど、俳優さんが書かれた、お母さんが日の山だったので、書かれたっていう本が、お弁当、なんだっけ、東京音頭が流行り始めた頃の、東京の下町で、お弁当屋にお嫁に行った、名前がまたかなさんなんですよ。人の名前つけるのに、茶化した名前つけてほしくないなと思うんですけど、日の山の生まれだからのかなさんというのでですね、うちの父親ふざけてるなと思う。いや、そんなことない。いや、これ違うんですよ。これちゃんと、私の名前には由来があるんですけど、そうですね。要は、何が言いたいかと言いますと、日の山の女性を、嫁にもらうと家が火事になるというジンクスを覆すためにですね、固形水、家内除けの固形水、これを、何かしらのちょっと商売人ですから、私、商品にしまして、固形水、黒豆ご飯炊くんですよ、固形様の、ね、日にはね。で、その固形様の日の黒豆を転じて、黒豆の何かスイーツを今、ちょっとどんなスイーツにしようかとして、春町プロジェクトがちょっと実は始まっております。で、その60の時に、この平成の20、20、21世紀、この
かなり科学が進歩した、こんな自分の家でも自分の店でいながらにしてテレビ、こんなジャパネット高田みたいなね、ことができるような時代になっても、まだパワースポットとか、こうなんて言うんだろう、あの、自分たちだけの力ではできない、なんか木のようなものが、あの、存在してて、そういうこう変なジンクス、変な迷信に、あの、囚われるような人が、13年後に、たまたま日の絵馬だから、あ、こんな、この年に子供産んじゃいけないんだとかいうことで、出産を諦めるようなことがないように、っていう意味でですね、あの、そんなことでしたら、あの、日の絵馬の連中と、あの、集まって話したときに、あの、はい、あの、吉住、あの、少子化大臣決定とかなんか、あの、言われてたんですけど、ま、あの、そういった形でですね、13年後に、あの、だってその年に言ってても始まらないからですね、ちょっとそろそろ、あの、言い始めようかなと、言い始めるのにちょうどいい、あの、時期が来たなと思っています。それで、あの、黒豆なんですね、黒豆。だから、低糖、糖分が高くない、あの、食べ物として今、大豆を使ったり、ふすま粉を使った、あの、パンとかが出てますから、そういう意味で、ちょっとひねってですね、黒豆粉でなんかちょっと作るのをですね、考えてます。はい。なので、あの、黒豆スイーツ大募集です。黒豆スイーツ大募集です。あの、美味しいものを、ちょっと、商品化したいので、黒豆スイーツを、黒豆を使ったスイーツということで、今、募集しております。で、今、候補に上がっているのは、黒豆羊羹。で、この黒豆羊羹を探しますと、羊羹の発祥はうちですって、あの、しっかりおっしゃってある、和歌山県に、駿河屋さんというあの、名店があるんですが、そこの黒豆羊羹を、ちょっと、試食させて、あの、食べさせていただこうと思ってます。あの、でですね、作るんなら、福岡の、博多通り門の双璧になるぐらいの、ちょっと名家を、美味しいスイーツを、厚かましく今、そういう野望を抱いている。47歳の誕生日です。どうぞ。あの、言うところから始めますからね。ありがとうございます。日の絵馬の、あ、だからですね、要は、そんなジンクスに、囚われないで、よくぞ、あの、私を産んでくださいました。ありがとうございます。っていう、あの、親への感謝も込めて、そのツイスイーツを世に生み出したいなと。思っております。はい。ということで、何のことやらさっぱり分かられなかったと思いますので、これあの文章にしたいと思います。はい。博多古慶水のその古慶町に、生まれました。私が、生まれた年は、そのちょうど古慶町から奈良屋町に変わった、もしくは変わろうかと、あの、してた微妙な時期に、昭和41年に生まれました。で、歌人の歌に、その奈良屋町の名で、あの、私、かなと申します。で、要は父は、古いことに固着することなく、新しい時代を切り開くような生き方をしろという、あの、メッセージを私はもらってると思ってるもんですから、あの、古いものにただ固着するっていう、あの、生き方は、あの、してきてません。益不益。変えちゃいけないことと、変えていくべきところの、こう、どれを変えていって、どれを死守するべきか。ここら辺が、あの、センスの見せ所だと私は思っています。はい。ということで、47歳。まだまだ、バリバリ、もう、ここで頑張らんで、いつ頑張るんっていうぐらいの、あの、油の乗り切った、あの、時期だと思っています。あと20年走り切ります。どうぞ、よろしくお願いします。朝から暑くてすいません。鬱陶しい季節に暑くてすいません。熱中症に、あの、ぜひ、あの、くれぐれもご注意くださいませ。